just it. I needed the energy, needed to pick me up. I'm in your movie, but this is my cinema. I got a power, I'm built to devour. Anyone coming against me, I tower. I don't care for no pressure. Some of y'all leaving here in a stretcher. こんにちは、足立区から来たパワーブドリームの武井です。先日発表した通り、今日で、K1 を卒業させていただくことになりました。僕の今の夢はボクシングでも世界チャンピオンになることです。ストレート武井ガードの打ってこいぞ。僕は変わらず K1 を背負ってると思ってるし、やっぱ、背負ってる分すごいなんかいろんなものを僕は背負ってるので、その分力に変えるし、もうボクシング業界でも立ち技最強が K1 だっていうのを証明するのが、K1 への僕のからの恩返しなので、ボクシングでも K1 が強いんだぞっていうのは証明したいなと思ってます。最初はどっちかっていうと古川会長の方からお前ボクシングやればみたいな感じで、結構高校から卒業してキックやる時もそうだったんですけど、ずっと古川会長はボクシングをやらせたかったんですよね僕に。小学生の時からボクシングの試合たまに出したりとかして、高校でも初めてだし、どっちかって言えばね、蹴りよりパンチがよく出るタイプだったから、小さい頃からね、特に初めからパンチが好きなのかなっていう感じだったんで、抜いてるから。10歳の時からもう住まわせてもらって、もう20、お始め入るまでなんで24、5までずっと生活させてもらってたんで、本当、ジムの会長でトレーナーであり、父親みたいなもんです。はい。今でもパワーオフドリームやった。そうですね、今でも変わらず、はい、週2回ぐらいはパワーオフドリームの方で練習させてもらってます。はい。それをちなみになぜ？なぜ、でも古川会長にとの約束でもあって、最初のオアジムでボクシングやる代わりに朝練はちゃんと来いみたいな、週2回は来いって言われてるのと、完全に野放しにしてするより多分やっぱ自分で見とかないと不安な人なので、トレーニングとかも、はい、そうですね、目の届くところに置いときたかったじゃないですかね。なんか、あとやっぱ自分もやっぱこっちに来ることで、なんか古川会長の練習をすることでなんかやっぱ気も引き締まるし、やっぱ K1 時代のトレーニングとかのやっぱ辛かったこととかやっぱしっかり思い出せるので、やっぱこっち来ないと不安になっちゃいますね、逆に。はい、ここが自分の中で大事なところなので、はい。当時のことってなんか覚えてます？当時のことはもう覚えてますね、かなり。はい、口も聞かないし目も合わせないような感じだったから、初めはね、ずっとでも一緒にいただけだから、特別なことは何もしてないんですけどね。うるさかったかな。厳しくはしてたかもしれないですけどね。特別なものは何もない、ただ一緒にいる時間が長かったかなっていう感じぐらいかな。お互いの関係は何も変わらない？何も変わらないですね。自分の生活とね、娘がいるんですけど、やっぱり一応長男としているだけなんで、ずっと何も変わらないですね。ただ家族の一員なんで、頑張ってほしいなって、後押しをしていかないといけないかなっていうふうに思うぐらいです。先どういうふうにまた伸びていくのかなっていうことぐらいかな。大橋会長のとこ行って、ね、八重樫君と出会って、横浜の人たちと出会って、ここからまたね、武井良樹って変わっていくんじゃないのかなっていう楽しみの方が多いから、はい、先しか見えませんね。ボクシング転向した理由は、やっぱ挑戦したいっていう気持ちがやっぱ大きくて、高校生の時はアマチュアボクシングをやったんですけど、その時あまりそのいい結果が残せなかったんですよね。そういうのもあって、やっぱちょっと再チャレンジじゃないけど、高校の時のリベンジですね。
でまたキックやってる K-1 やってる間、その直哉さんの WBSS とか見て、今度まだボクシングかっけえなってなっちゃって、まあ、キックでチャンピオンになったんで、ボクシングでもチャンピオンになれたらやっぱりもうなんかすごい歴史に残るような選手になれると思うので、K-1 時代からそうですけど KO にこだわってきたので、まあ、応援してくれる人ってずっともう K-1 時代から見てくれた人たちが多いので、まあ、その人たちってもう3分3ラウンドに慣れてるので、まあ、ボクシングでも僕はもう3分3ラウンドで戦うぐらいの気持ちでやってます。まあ、ほとんどもうずっと僕は感覚で戦ってきてるので、まあ、いけるなと思ったらあんまり考えてないで行ってるし、行かない方がいい時は行かないし、あんまり僕は考えてないかったので、最近になってやっと考え始めたんですけど、まあ、でもその、まあ、いいとこもその感覚の部分も考える部分もちゃんと残しつつやりたいなと思ってます。終わらせているのが武井良樹です。さあ赤いグローブの武井良樹、右、あった、もう捉えました、アンパー縮んだ、来た、早くも終わらせた、まさに右の一撃でした。ボクシングの方が K-1 よりなんだろう、すごいスポーツ感があって、どっちかっていうと、まあ、なんだろう、本当に技術もないとダメだし、もちろん気持ちもないとダメだし、もう すごい競技性が高いのがボクシングなので、やっぱ難しいのはボクシングだなと思ってます。はい、難しいし、でも今はすごいボクシングやってて僕はすごい楽しいので、はい、楽しみながら難しいことに取り組んでます。ここまで3戦3勝3KO で全部1ラウンド勝ってきたので、まあ、この記録を伸ばしたいっていう気持ちも正直ありますけど、10ラウンド戦いたいっていう気持ちもあるので、まあ、行けたら行くっていういつものスタイルで行きます。はい、両方矢野武史郎と申します、お願いします。さあ、サウスポー右足前の構え、中に入ってきます、右のフックを引っ掛けるようにだね、ボクシングやっぱり決まった、終わり、一撃 KO、 投げ込まれた、衝撃的。全体的にボクシングスキルってすごい上がってるっていうのはすごい自分でも感じてるので、でも K-1 時代よりパンチ力も上がってるし、まあ、決着パンチで倒すっていうのは全然できるので、まあ全部見てくださいって感じです。まあ、まだまだやることがたくさんあるんですけど、一つ一つなんか丁寧にやっていく作業かなと思うんで、彼の良さを消さないようにやりたいなと思ってるんで、ね、まあ、どうなるか分かんないですけど、まだまだポテンシャルは、ね、すごくあるので、それをなんかボクシング的に引き出す作業がこれから必要なんで、それをやっていけたらもしかしたらなんかこうチャンピオンになれるかなと思ってますけどね、まだまだこれから。そうですね、まあ、まだそのボクシングのテクニックだったり、まあ、長いラウンドで戦えるっていうところだったりですけど、まあ、そういうところまだボクシングファンの人たちにはまだ見せれてないので、まあ、そういうところいろんな引き出しがあるっていうのを、まあ、いろんな人に見てもらえたら、まあ、早めに、はい、ベルトは取りたいなと思ってるので、はい、そこまで一戦一戦しっかりどんどんどんな相手でも倒していかないとなって思ってます。